皆さんこんにちは、平野真奈美です。最近ようやく YouTube ライブに慣れてきまして、ゲストをお呼びして YouTube ライブをすることが増えてきたんですけど、結構ビッグなゲストとかもお呼びしていることもあるので、ぜひ遊びに来てください。あとは私が一人でやっているライブとかも、まあ、コメントとかでいろいろ会話ができたらいいなと思いますし、やっぱりこうコメントを見てると悩みがすごくあるんだけど、まあ、一人で孤独に感じてしまうっていう方も結構多いような感じがします。私がアドバイスできる範囲は本当に少ないと思うんですけど、もう話を聞いてもらうだけでもいいからコメントしたいっていう方はぜひぜひいらしてください。で、今回は YouTube ライブのお話ではないんですが、Zoom 会のお知らせです。5月26日の水曜日8時からスナックアイコに、出ます。まずスナックアイコって何って思う方多いかと思うんですが、スナックアイコは国連アジア太平洋経済社会委員会の秋山愛子さんが、まあ、定期的に開催しているズーム会です。で、この愛子ママがゲストを招いて、まあ、1時間半くらいですかね、ズームでお話をするっていう会になっています。で、毎回テーマがありまして、今回は綾世代をテーマに、まあ、私とあともう一人卵巣がんサバイバーさくらちゃんと2人で、ゲストとして、出演させてもらいます。で、一応綾世代っていうテーマにはなっているんですけど、お話もしているんですが、さくらちゃんは一応綾世代での罹患ではないですけど、その30代と40代の区切りって何なんだろうねっていうお話とかもできたらいいなと思っています。ちなみに綾世代とはアドレセント&ヤングアダルトの略で、15歳から39歳までにがんに罹患した方のことを言います。で、その綾世代が何に困っていて何に悩んでいるかなども私からこうお話できたらいいなと思います。で、この動画を見ている、視聴者の方でも綾世代の方いるんじゃないのかなと思うんですが、ぜひコメント欄でこういうことを困ってますとかあればぜひ書いていただければ、それもお話しできればいいなと思っています。で、このスナックアイコなんですが、実はどなたでも参加できるものになっていまして、がん患者の方でも、医療者の方でも、あとはなんか政治家の方とかもいらっしゃるそうです。毎回違うとは思うんですが、本当にいろいろな方もいます。で、もちろん支える側でもいいですし、年齢も気にしないですし、興味のある方はぜひ来てください。概要欄にリンクを貼っておきます。で、一応ズーム会なのでこういう風に顔が出たりすることがほとんどだと思うんですけど、本当に聞きに来るだけとか、話したくないよっていう方でも大丈夫だそうなので、お気軽にぜひ見てみてください。で、いつも YouTube ライブで、皆さんとこうやってお話をしていますけれども、ズームだとよりコミュニケーションが取れるんじゃないかなと思います。私も楽しみにしていますので、ぜひ皆さん来てください。はい、ここで申し込みがわからない方へ、概要欄のリンクからこちらのページに飛んでください。そうするとこちらの内容っていうところの上の方にこちらですね、青い文字の URL を押していただくと次にこの画面が出てきます。はい、必要事項を書いていただくと、いろいろアンケート項目があるんですが、はい、ここをどんどん進めていってください。チェックするだけで大丈夫な場合が多いので、ぜひぜひ、あと愛子ママに一言とかもあるので書いてもらうと嬉しいです。あとは Facebook、Twitter、Insta 使ってますかっていう項目をポンポンポンと押してもらって、そのまま送信を押してください。次に進むと、私の場合は信号機の図が出てきました。ここではいろんな図が出てくると思うので、信号だと思う場所をピー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 と押してもらうと OK だと思います。個別の回答はちょっとできないんですが、ここまで来ればあとは大丈夫なんじゃないかなと思いますので、ぜひみんな頑張ってやってみてください。ではズームでお会いしましょう。ぜひこの動画が良かったなと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。
ありがとうございました。またねー。